星町水星さんがうさぎ化した宇佐田ペコロさんが出ました。それぞれね、表面のほろ目の表情をねペコロ様が真似しているというねイメージに、全人類うさぎ化計画をちょっと企んでいるような、うん、そうですね、表情してます ねバンダイマニア、バンマリ上陸、リンくんです。いつでもフレッシュラットル、つぐみんです。イデニーです。おっす。今日紹介するのはこちら、カード出すホロライブボリューム2、全人類うさぎ化計画、ホロライブ全人類うさぎ化計画リバラバ、ホロライブペコラ特製うさだ焼きゼリーです。うん、全人類うさぎ化計画はまだまだ止まりません。はい、ね、はい、うん、ホロライブメンバーがうさぎ化したリバラバや、元旦に配信された全人類うさぎ化計画でも登場したうさだ駅を再現したうさだ駅ゼリーまで、たくさんのアイテムが登場しております。うん、うさぎ化計画マジで進んでて、すごいですよね。すごい勢いですよね。うん、まさかこの全人類うさぎ化計画の配信をきっかけにこうやっていろんなアイテムが出るとも思わなくて、うん、びっくりしております。今日はどんどん紹介していくので、はい、皆さん最後までぜひ見てください。それでは早速やっていこう、バンマニ。まずはカード出すホロライブボリューム2、ついにバンダイをうさぎ化、宇佐田ペコラさんとカードダスのコラボが実現しました。全人類うさぎ化計画の名場面がカードダスで蘇ります。ラインナップは全部で53種類、ノーマル25種、パラレル25種、シークレット3種類となってます。はい、ということで、今回は全人類うさぎ化計画の配信に参加したメンバーの全集書き起こし SD イラストとなってます。新規ディフォルメイラストを使用しています。めちゃくちゃ豪華ですね。うん、うん、はい、そしてパラレルは金色箔、そしてホロの豪華仕様になってます。そしてこちら見てください、シークレットカードは超特別仕様で、イラストは超大御所や各界の巨匠が宇佐田ペコラさんのイラストを担当しているということなので、めちゃくちゃ楽しみですね。しかもですね、表面はなんとシールになっていまして、剥がすとイラストが出てくるので、ぜひねゲットした際はシールをめくって中のねイラストを楽しんでみてください。今回は特別にこちらのカードダスミニ自販機を用意していただいてるってことは、これを使って実際に弾けるってことですよね。はい、そうなんです。今回はこちらを使ってカードを見ていくので、早速みんなで弾いていきましょう。じゃあ僕から回していきたいと思います。はい、回します。お、何が出るかな。出てきました。何が出るか、こちらです。星町水星さんがうさぎ化した宇佐田ペコラさんが出ました。宇佐田ペコラの下に星町水星さんの名前が書いてありますね。はい、裏面にするとこのようになっております。星町水星さんがしっかり描かれております。星町水星さんの頭にはうさぎの耳がね生えているので、うさぎ化が進んでおりますね。続いて2回目いきます。いくぜ。お、お、結構すぐ出てきた。いきます。オードラスバルさんがウサギ化したウサダペコラが出ました。ここにねちゃんとオードラスバルって書いてあります。この時点でオードラスバルさんらしい笑顔が溢れておりますね。そして裏面はこのようになっております。さっきの表面の笑顔もチャーミングだったんですけど、オードラスバルさんの笑顔には救われますね。しっかりねウサギの耳も生えております。はい、では私も回していきます。お、出てきた。出ました、パラレルバージョンのカードです。白神吹雪ちゃんが出ました。よく笑う吹雪ちゃんらしく、カードも笑顔で溢れていますね。頭にはペコモンをつけていて、よく見るとドンちゃんのマフラーをつけている様子も愛らしいですね。裏面はこのようになっています。ペコラちゃんから吹雪ちゃんに宛てたお手紙が書かれています。次は誰が出るかな。お、来た。はい、ペコラに扮した知らぬイフレアちゃんが出ました。周りにはアーモンドがたくさん散らばってますね。セリフのところもアーモンド、アーモンドって書いてあります。そして裏面はこのようになっています。はい、では1枚目やっていきたいと思います。はい、僕は天音かなたさんが出ました。パラレルのデザインとなっておりまして、このようにキラキラ輝いております。こちらはうさぎ化コレクションの時の背景のデザインになってます。
裏面は宇佐田ペコラさんからのお手紙が来ていますよ。では2枚目。お、これは？はい、こちら。なんとシークレットが出ました。すごい、シークレット出たよ。はい、出ました。出ちゃいましたよ。さっき紹介した、シールをめくったら、新たな絵柄が出てくるってやつですね。そうですね。なんでこのデザインと、またもう一枚めくると新しいデザインが描かれてる、ということになってます。ちょっとさ、このイラストから想像するんだけど、ペコラさんが描いてそうじゃない？この中のイラスト。確かに。シークレットのデザインは当てた人のみ見れるということで、皆さんも当ててみてください。続いてホロライブ全人類ウサギ化計画リバラバ、ついにガシャポン&ガシャポンオンラインで登場しました。ウサダペコラさんがガシャポンでホロメンたちをウサギ化ということで、表も裏もデザインを楽しめる両面ラバーマスコットリバラバ仕様で商品化されました。ペコモンデザインや人参キャノンデザインのおくるみでウサギ化された表面デザインに加えて、後ほど見せるんですけど、裏面はすべてウサダペコラさんのデザインとなっているんです。どれもね、激アツなラインナップなんですけど、個人的にねちょっと気に入ってるのがこの宝生マリンさんのリバラバですね。赤髪がねやっぱ美しいですよね。ちょっとまさに船長というね風格も漂ってますね。眼帯をねつけているお姿も麗しいですね。二人は気になるのありますか？ちょっとどれも可愛いんですけど、角巻わためさんですかね。はい、やっぱ配信を見てた時の印象が強いというか、なんか大砲に今入ってる状態なんですけど、その時にちょっと髪の毛が大砲からちょっとはみ出してるような感じでこうゆらゆらしてて、他のあのメンバーのみんなにちょっと髪の毛がゆらゆらしてタコの足みたいになってるよって言ってた、ちょっとそういうエピソード込みでわためさん好きなので気に入ってますね。キャノンのところにこうちょこんって手を添えてるこのデザインも可愛くて、私はこれがお気に入りです。はい、僕はですねやっぱりウサダペコラさんが気になっちゃいますね。はい、配信も見たんですけど、その時はですねもちろん元気はつらつな姿だったんですけど、健やかな表情もまたいいですよね。ということで裏返していきましょう。このようになっております。ペコラ様だ。すごいいっぱいいるね。そうですね、裏面はねなんとペコラ様のデザインになっているんです。それぞれね表面のホロ面の表情をねペコラ様が真似しているというねイメージになっているので、これは素晴らしいデザインになっております。皆さんもねぜひ集めて裏返して完全ウサギ化を成功せよ。バンマニ、最後はホロライブペコラ特製ウサダ液ゼリーです。こちらは2023年の元旦に全人類ウサギ化計画にて配信された、つかるとウサギ化してしまうペコラ特製ウサダ液を忠実に再現したゼリー菓子となっています。さらにこちらにはホロライブメンバーの書き起こしディフォルメイラストのダイカットステッカーが1枚付属します。こちらにウサダ液ゼリー用意しました。おー、ペコラ様がちゃんと描かれてる、はい、いますね。その全人類ウサギ化計画をちょっと企んでいるような、この表情してます ね、 そしてこちらは元旦の配信に登場したメンバーがずらっとデザインされています。パッケージも豪華ですね。では早速開けていきましょう。はい、じゃあまずは消毒ですね。はい、はい、中身を取り出してみました。ウサダ液ゼリーが2つとステッカーが1枚入ってますね。はい、それぞれ出たステッカーは後ほど紹介するので、早速ゼリー食べていきましょう。はい、食べましょう。どんな味か気になりますね。結構青いんだけど中身すごいいただきます。いただきます。ゼリーと言いつつ、めちゃくちゃ柔らかい、食感すごいです ね、 ちょっとソーダ風味だね。ソーダ風味の美味しい。ゼリーも美味しくいただいたところで、出てきたステッカー見ていきましょう。はい、はい、僕は宝生マリンさんが出ました。うさぎ化したねホロメンということでね、また麗しい姿になっております。このね髪飾り見てください。宝生マリンさんを表すね怒りのようなデザインのね髪飾りだったり、ちゃんとねうさぎの髪飾りもついております。さらにねカチューシャもめちゃくちゃ可愛い。裏面にはこのようなセリフが書いてあります。
はい、私は角巻わためちゃんが出ました。見てください、このポージング可愛らしいですよね。頭にはウサギのヘアバンドをしていたり、ウサギのぬいぐるみと一緒にいる姿も可愛いですよね。ピンク色のルームソックスも履いたりしてあったかそうですね。表情もほっぺがポッと赤くなっていたり、ちょっとウインクしている姿も可愛らしいです。裏面はこのようになっています。わためちゃんらしい可愛いセリフが書いてあります。はい、僕は紫しおんさんが出ました。いやー、このちょこんと座った姿可愛らしいですね。うさぎ化というところで、どの辺がうさぎ化しているかというと、人参のデザインが描かれてますね。そしてこの足元もよく見るとうさぎの耳がデザインされてるような感じになってます。うさぎ化計画遂行中ですね。はい、裏面もこんな感じになってます。それぞれ開封していきました、はい、今紹介した3枚以外にも、うん、全26種もたくさんラインナップされているので、うん、皆さんもぜひこのうさだ焼きゼリーを食べつつ、この可愛らしいステッカーもたくさん集めてみてください。バンダイマニア、今日はカードダスホロライブボリューム2、全人類ウサギ化計画、ホロライブ全人類ウサギ化計画リパラバ、ホロライブペコラ特製ウサダ焼きゼリーを紹介しました。はい、ということで盛りだくさんでお届けしてきましたけど、はい、どうでしたか。いや、まずこのカードダス、うん、もうパラレルデザイン今持ってるんですけど、うん、ピッカピカじゃないですか。キラホンと輝いてますよ。これはもうたまらないですね、うん、欲しくなっちゃいますよね、そしてシークレットも剥がすと絵柄が変わるってことで、もうそれ欲しいに決まってるじゃないですか絶対にコレクションしたいと思います、はい、私はやっぱりこのうさだ焼きゼリーですね。配信見てたので、まさかあのメンバーたちがこう飛び込んでたあのうさだ焼きがゼリーになるとは思わなかったので、配信見てた身からするとこれがあの商品化されたのはすごい嬉しいし、うん、その中にこのステッカーが入っているっていうのも嬉しいですね、うんうん、いいですよね。はい、そしてこちらのリバラバでそれぞれのメンバーのいろんな姿が見れて可愛かったですよね、うんうん、やっぱ表裏デザインされてるっていいですよね。いいよね、うん、いや、より集めたくなっちゃいますね。確かに、うん、たくさんのアイテムがあるので皆さんもゲットしてください。カードダスホロライブボリューム2、全人類ウサギ化計画、ホロライブ全人類ウサギ化計画リバラバ、ホロライブペコラ特製ウサダ焼きゼリーは現在発売中。このアイテム気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。